人間は何千年もの間、飛行能力の向上に尽力してきましたが、現在のテクノロジーは多くの不可能を可能にしました。タイヤが一つもない状態でのスピットファイア戦闘機による緊急着陸の瞬間です。見ているだけでも恐ろしいですが、このヘリコプター MD500E はエンジンの出力を完全に失ってしまいました。しかし幸いパイロットに怪我はありませんでした。スピンする飛行機を操縦席からご覧いただきましょう。頭がクラクラしそうですね。サンダーオーバーミシガンの航空ショーでMiG-23が墜落しましたが、幸いパイロットは脱出し、怪我人は出ませんでした。マホビーチでは飛行機が想像以上に低空飛行し、観客を驚かせました。鳥が飛行機の窓ガラスを割るなんて滅多に見られませんが、パイロットは無事に着陸しました。プロが一流の曲技飛行を披露する一方で、こちらは初心者による着陸の失敗映像です。誰もが最初は初心者です。大切なのは諦めないことです。誤って制限区域に侵入してしまったせいで、ちょっと面倒なことになりました。着陸の際に手が震え、飛行機があらぬ方向に向かってしまいます。Excellent landing. サービス残業を頼まれた時、うわぁ、飛行機のエンジンが突然停止し、高速道路に緊急着陸することになりました。Good job, man. Good job, man. パイロットは転職ではないようです。危うく大事故になるところでした。だけではありません。外を見ることすらできない人がいるのに、この乗客は300メートル上空でエンジンを手動で始動させました。安全対策も万全です。まだ離陸もしていないのに踏んだり蹴ったりです。そのつもりはなかったのですが、離陸を余儀なくされこんなことになりました。I am under the water. Please help me. You're too much raining. 空母への着陸は何の異変もなく順調だったのですが、誤って制限区域に侵入してしまったせいで、ちょっと面倒なことになりました。着陸の際に手が震え、飛行機があらぬ方向に向かってしまいます。Excellent landing. サービス残業を頼まれた時、うわぁ、
航機のエンジンが突然停止し、高速道路に緊急着陸することになりました。パイロットは転職ではないようです。危うく大事故になるところでした。ベテランパイロットが新人を訓練中、高度200メートルで突然エンジンが停止します。森への緊急着陸になるかと思われたその瞬間、明けた土地を見つけます。ヘリで大きなガラスを運ぶのは良い考えではなかったようです。今頃は新しい仕事をしているでしょうか。消防ヘリのエンジンが故障しますが、水上で起きたことが幸いしました。もう一つトリックを披露していれば、最悪の事態が待っていたかもしれません。幸い乗組員は脱出しました。エコノミーのチケットを3枚購入し、ビジネスクラスにしたかったようです。でも客室乗務員は黙っていません。人は空を飛べるんです。少しだけならね。今回は私が操縦桿を握っても同じことが起きたと思います。暑さに耐えられなくなった乗客が非常ドアを開け、窓の開かない刑務所に10年入ることになりました。制御不能になりましたが、奇跡的に誰も怪我をせずに済みました。このジャイロプレーンは離陸できませんでしたが、離陸しなくてよかったですね。What?低空飛行する軍用ヘリを見つけた運転手の気持ちを想像してみてください。パイロットが酔っ払っているのかと思うかもしれませんが、実はこれ航空ショーのパフォーマンスの一つだったんです。離陸がうまくいかず、その結果この状況でもパイロットは無事だったそうです。ヘリが巨大なエアコン機器を運ぼうとしますが、航空会社の社員を座らせるためという理由で離陸直前に飛行機から降ろされた人がいました。ホテルへの宿泊と次の便のチケットを提供されますが、医者である彼を待っている患者がいるという理由で降りることを拒否します。離陸後にエンジントラブルを起こした旅客機はパラシュートを使って、大人4人、3歳の子供1人、新生児1人の乗客全員を救いました。146人が乗ったこの旅客機は、前輪が横を向いた状態で緊急着陸を試みます。滑走路に接触したタイヤは火を吹き始めますが、無事着陸に成功しました。
37ノットの風に煽られる飛行機をご覧ください。着陸時には拍手喝采が起きたに違いありません。こちらは強風の中を離陸する飛行機です。怖いものがまた一つ増えました。高地では空気が薄く、ヘリを上昇させるのは簡単ではありません。そしてこのヘリにもその試練が待ち受けていました。航空ショーで急上昇した飛行機のパイロットが意識を失います。しかしすぐに意識を取り戻しました。このパラグライダーはコントロールを失いますが、なんとか体勢を整えます。飛行艇が失速し、他のボートの上に落下するところでした。パイロットは何を考えていたのでしょうか。離陸する軍用ヘリがサッカー場の電線に引っかかってしまいます。こちらの飛行機は雪の上に着陸を試みます。この撮影者は肝が据わっています。完全にコントロールを失います。この飛行機はいつまで経っても離陸できず、最終的にこうなります。ソッピースキャメルと呼ばれるヴィンテージの戦闘機を飛ばそうとしますが、博物館に置いておきましょう。離陸が思うようにいかず墜落してしまいます。大人2人、子供2人、犬2匹を含む搭乗者全員は無事でした。今日は以上です。お楽しみいただけたでしょうか。皆さんからのコメントをお待ちしております。チャンネル登録もお忘れなく。